2005年当時の八王子自動車教習所、有限会社八王子自動車教習所は、東京都日野市にあった自動車教習所の運営会社である。八王子自動車教習所、新八王子自動車教習所、それに二輪車専用の教習所である、八王子ライダーズスクールを運営していた。このうち、新八王子自動車教習所は1990年代。 八王子ライダーズスクールは2005年7月31日に閉鎖・売却している。他校との差別化を図るために、教習車にメルセデスベンツ 190E アウディを使用したり、高級リムジンによる送迎を行ったりもしていた。最後まで運営していた八王子自動車教習所は、東京都日野市の JR 中央本線と与田駅前にあった。 2008年10月30日まで通常通り営業していたが、翌31日に突如、経営の悪化から破産申し立てを行うと発表。すべての営業を中止し、東京地方裁判所八王子支部に破産手続き開始の申し立てを行った。破産申し立て代理人は弁護士の桃重明。教習所閉鎖の際には3ヶ月前に申告する。 胸の警視庁の行政指導には従わない突然の閉鎖であった。10月30日の時点では2003年から前、正社員が有期の契約社員に切り替えさせられていた60人の社員が在籍していたが30日の業務終了後に突然破産が伝えられその場で全員が解雇された。11月3日に開かれた債権者説明会において 教習受講者の中止された教習については他校への転校などを進めるものの、本来返金すべき、教習料金は返還できず、転校先で必要になる入所金、教習料も一切負担しないことを発表した。受講生に一切情報を知らせず閉鎖したことについて、破産申し立て代理人の桃は、倒産はいつも急なことです。と経営者を擁護した。 この翌日の11月4日に東京地方裁判所から保全命令が出た。2009年2月6日に破産手続き開始が決定したが、同年10月5日付で費用不足のため破産廃止となり完全消滅した。そして2009年1月29日にアスカ交通がアスカドライビングカレッジ日野として引き継いだ。八王子経済新聞八王子自動車教習所が 突然の倒産から教習生に衝撃が広がる、読売新聞広露在住のお嬢様社長の、場当たり的教習所経営術 J、キャストニュース言葉によるリンチではないか。土下座する倒産教習所社長に和声ありがとうございます。